はい、皆さんこんにちは。本日はね、ちょっとね、革の手袋の理論値に錬金作っちゃおうかなというところですね。はい、こちら私ちょっとねこれ作ったんですよね。理論値リーチの品、これにレアドロップを付けさえすれば、革の手袋ね、理論値が出来上がるということで、今日はこちらをねちょっと回していこうと思います。できちゃうかな、できちゃうだろうな。はい、では早速やっていきます。何で回そう、 MP 消費しないでいこうかな。ではよろしくお願いします。ドン、あ、終わった終わった。いやでもまだわからん、こんなものはまだわからんよ。行こうか、頼むわい。さあ乗る、これは勝ちましたね。さあ行きますよ、せーの、はい。そんなに甘くないね